今回の学びのテーマは「刑事者神」というテーマなんですけどもこの「刑事」という言葉ですねこれはキリスト教の中で特別な言葉として用いられますね、えー、刑事というのは神様がご自分しかご存じないことつまり神秘的で人間にはとても理解できないようなことそれを人間に理解させるためにさまざまな方法を通してですね それを私たちに投げかけることこれを啓示と言いますね。神が私たちに啓示をされる時に私たちがその啓示を全て受け入れてこそ初めて神を知ることができるということですね。少なくとも私たちはですね、まあ、今回学んでいく中で神を少しでも深く知ろうと思うならばですねその啓示一つ一つを余すところなく受け入れていきたいと思いますね。 まあ、そのようなな態度ははととても必要でいいかと思います、えー。今回の学びの中でですね神の啓示をいくつかのタイプにこう分けていくんです。刑、え、事、ー、はたくさんあると言いましたけれども、えー、特に一番最初ですね神という存在、えー、まず神という存在を創造主としてね私たちが認める時に すべ、えー、てのものを神が作られたという、まあ、そのような前提でですね神の啓示を見ていきたいと思いますまず神が作られたものの中で私たちが確認できるものがありますね、えー、それが何かと言いますと自然界ですね、えー、この自然界に関して神の啓示が与えられているということがこのローマ人への手紙の一章の19節と20節に書いてありますね、えー、ちょっとそこをご覧いただきたいんですけどもこのように書いてあるんですね えー、神について知り得ることが、えー、私たち、まあ、作られた、ね、ものにとっては明らかにも自然界の中に示されているではないかと、えー、そこには神の永遠の力そして、えー、神の神性、ね、神性というのは神のご性質がその作られた、まあ、天地万物のです、ねえーまあ、秘蔵物といいます神様によって作られたものを 被造物と言いますよね創造主に対して非造物、ね、これは人間も含めてですけどもその中に啓示がたくさんあるではないかというのがねこのローマ人への手紙の私たちに対する投げかけなんですけれどもまずそうですね私たちがこの自然界の中からどのように神を感じることができるか。 そういったところにちょっと目を向けていきたいと思うんですね自然界の中に神を見出すときにまず注目したいのは自然現象であるということなんですね自然現象っては私たちはたまたまじゃないかっていうねうにね大体多くの人が思うんですけどもじゃあ例えば、えー、まあ、農産物っていうのはこれは毎年私たちは決まった時期に まあ決まった種類のものも、えー、入えることができますね、えー、これはやはり一、まあ、年中取れるというよりも四季があるわけですからね私たちの国ではね、えー、そういった式がある中でこの季節には取れないけどもこの季節には取れる例えば夏野菜と言われているものね、えー、夏野菜と言われてる、まあ、オクラとかゴーヤーとかですね、えー、そういうものもあれば え刃物とやれてるものが夏にはもう激減して、まあ、手に入らないこともないんですけども値段がすごいことになりますよね、えーまあ、そこまでして食べたいかというとそうでもないんですけどもしかし、えー、私たちは季節によってこの、まあ、食べられる野菜が変わってくるでもそれをもって私たちは、えー、この健康を維持することができるわけですよね。 夏野菜の中には体温を下げるような作用がある、まあ、そういう、えー、野菜が多いと言われてますね。また冬は体が温まるような野菜が取れる、えー、これは偶然なのかということなんですね。えー、またもう一つこの地球と太陽の関係のこともちょっと書いてありましたね。えー、太陽の周りを地球がこう回るということなんですけども。 えー、なぜこれが回るかまず地球自体が回っているわけですよねそして地球自体が回っている状態でさらに太陽の周りを回りながら回っているというね、えー、こういうしかもあのちゃんと周期というのがありましてね、えー、周期というのは一定の期間で、えー、その一周を終えるとね365日で一周するとか 地球自体は24時間で一回転するとかですね。これはずーっと守られてきましたよね。今までね。時代が進むからといってね、この周期が変わったりということはないわけです。このような、まあ、いわば、秩序といいますかね、自然界の秩序を誰が制定しましたかというところが、私たちに対しての、これが一つの掲示ではないかと思うんですよね。神様は、 そういった自然界の中に私たちが目を落とすように招いておられます。例えば、イザヤ書のですね、40章の26節をちょっとご覧いただきたいんですけど、次のように書いてありますね。目を高く上げて、誰がこれらのものを想像したのかを見よう。主は数を調べて万軍を引き出し、おののその名で呼ばれる。 その勢いの大いなるによりまたその力の強きが故に一つも欠けることはない私たちが自然界に目を向けるときに一つ忘れてはならないことがあるんです自然はいつできたかということなんですね、えー、実は人間は神によって作られたというふうに信じてますけれども自然は人間が作られる前に 神様によってて作られているんですね、えー、なぜ人間の前に自然界が作られていたかね、えー、これをちょっと考えた時に私はいつも一つのことを思い起こすんですねそれは何かと言いますと例えば、えーまあ、お父さんお母さんにね、えー、子供が生まれる時に、えー、その子供が生まれるに合わせてお父さんお母さんは何をするかということを考えたんですね、えー、例えば 赤ちゃんが生まれる時に一番最初に必要なもの、赤ちゃんのためのベビーベッドだったり、もしくは赤ちゃん用の布団だったり、そのような赤ちゃんの部屋だったり、そういう環境が必要なんですよね。赤ちゃんをお迎えする環境といいますかね。またそれをね赤ちゃんが生まれるのを楽しみにしながらその環境を整えていくのも楽しいものです。神様も 私たちを迎えるにあたり、まあ、私たちを想像して作りにあたりその前に本当に私たちの誕生をですね神様は待ち望んでそして一つ一つですねその環境を整えていかれたわけですまあその様子が創世記には記されているわけですよね、えー、最初に光が作られてですねそして光と夜昼と夜ね、えー まあ、太陽そして月や星が作られたりしてねまた、えー、水というもの陸というものそして、えー、植物動物、えー、それらのもの全部揃えた上で、えー、私たち人間を最後に想像されたまさにこれは赤ちゃんが、ね、生まれるのを本当に今か今かと待ちながら、えー、それらを揃えていく まあ親心のようなものではないかと私はいつも思うんですけどねですので自然界は人間に頼らなくても、えー、自然界そのものの秩序で、えー、この命が保たれているわけですね。え例えばこの植物というものはもちろん種から芽が出て成長して植物になっていくわけですけれども。 今私たちはね、自分があまあ野菜を食べたり、果物を得たりするために、自分のために種を植えて、そして、えー、そこから収穫しようとしますけれども、周りを見渡すとですね、私たちが植えた覚えのないものが勝手に出てくるわけですね。誰が植えたかっていうと、鳥が植えてるわけです。えー、鳥はこの種を植えることができる。え手がないのにどんな人て植えるのっていうことですけども、鳥は例えば、 フルーツを食べて、まあ、その中に種が含まれて、ね、種ごと食べますからね、えー、そしてどこかで糞をするわけですそしたら糞の中に含まれている種が芽を出してそしてそこでまた、えー、成長して大きくなって同じように実をつけるわけですねまあそのようにして自然界というのは成り立っている人間の手を借りなくてもねじゃあ誰の手を借りてそのようになっているかっていうと 神がそう作ったっていうことなんですね。自然界の中の、まあ、秩序というのが、まあ、そういうものであるで。神はその秩序を保つためにですね、今もなお働いておられるということですね。聖書の中でもですね、えー、多くのものがですね、自然に目を向けて、そしてそこで神を感じているんですね。えー、聖という場所が聖書にありますけども、この詩篇の中にですね、詩、ま、篇、あ、というのはダビデという人が書きましたけども、 この詩編の19編の一節をちょっと見ていただきたいんですけども、このような言葉があるんですね。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。えー、私たちもそうなんですけども、まあ、聖書記者といいますか、聖書を書いた人たち、まあ、預言者もそうですね。えー、神と自然というのが結びついているものですので、常に、えー 神をを通して自然界を見る、ね、そういう見方ができるわけですよね。多くの人がですね、自然について、ああ、あの、綺麗なね、この自然の美しさを楽しむ。これはもう多くの人の共通なところかと思いますけれども。しかし、クリスチャンはですね、ただ綺麗だということで終わらないんですね。なぜかというと、その美しさの、自然の美しさの中には、 一つの意思,を感じるんです意思なぜ美しいかというところがクリスチャンには分かるんですね、えー、それは何かっていうとこの自然を作ったお方が神であるということを知っていることともう一つ神が私たちを愛しておられるということを知っています、えー、先ほどのあの赤ちゃんの例でちょっとお話ししましたけれども、えー、私たちを楽しませるために 神はこれほどのの自然の美しさを創造されたこれたこを私たちクリスチャンは知っておりますので自然界の一つ一つの美しさを発見するときに神に対しての感謝の念が起こったりねもしくは神の愛を感じたりするわけですですので私たちは自然界の中から神の手紙を見ることを読むことができると言われていますその手紙の中には神は あなたを愛しておられますよというねえそういうメッセージがたくさん至るところに私たちは見つけることができるわけですよねえ私たちと同じくね先ほどの詩篇を書いたダビデは他のところでまたこう書いてるんです私はあなたの指の技なる天を見あなたが設けられた月と星を見ています人は何者なので これを見心に止められるのですか人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか、えー、自然界を通して神を感じた神を知ったものの疑問が一つ湧き起こってくるんです、えー、その疑問というのはなぜこんな私をあなたはそのように愛してくださるんですかなぜあなたの見心に こんな私を止めてくださるんですかっていうね、えー、これは本当にですね、えー、私たちのまあ、人間人類にとってのもう大疑問なんですねなぜかっていうと神から愛されるような要素が私たちにはないんですね理由は罪人という状態であって神が最もお嫌いになられる罪という状態が私たちの 存在の中に生まれつきあるもんですのでですので神はなんでこんな罪人を愛してくださるんだろうかという疑問が湧き起こるかと思うんですねもちろんその点においても神はたくさんの啓示をしておられるんですねその理由がですね創世記に書いてあるんですけども一つ私たち人間がどのようにして作られたかということなんです えー、神の形に作られたと書いてあります、えー、神の形、えー、神は私たちのような、まあ、顔や手やこういう、えー、外観をしておられるそして、えー、神の心をもって、えー、人間が作られたこれがアダムだったわけですね、えー、ですのでアダムというのは本当に神のこのようにして作られたわけです、えー、しかし、えー、創世記を読むとですねこの人間が神を捨てて そして自分のの生生ききたよよ、まあ、よううにるるそな選択をすすわけですよね、えー、これが罪を犯すという最初の、えー、取って食べてはならないと言われていたこの善悪を知る木の実を取って食べた、まあ、その物語から罪が始まるね罪人の人類の物語が始まるわけですしかしなぜじゃあその罪人となった人類を神が愛してくださるか ということなんですね、えー、聖書をこう読み進めていきますとですね神が愛される根拠がご自分が私たちを作ったというただこれだけなんです。私たちはあの神の作品のようなものなんですね。えー、神の作品を神はどうご覧になられるか確かに罪によって形が損なわれてしまったという事実があり神は もう一度それを作り変えることがお出きになるので私たちを愛しておられるということなんですね、えー。もう一回言いますけどもこういうことです。私たちは愛される価値がないほど神の形を反映しなくなった。えー、罪の形を反映するゆえに神様の形を反映しなくなった。しかし神様はもう一度私たちを神の形に作り変えることが おできになられるゆえに私たちに価値を見出しそして私たちを愛しておられるということなんですねでこれを実現するために必要だったことこれがイエスキリストの、えー、十字架ということなんですね、えー、今まあ、私たちがテーマとして学んでいるのはなぜ私たちがこれほどまでに神に愛していただけるんだろうかその答えは私たちが もう一度神のことなれるという、えー、その部分かと思いますね。